こんばんは、ベルルージンの佐々木です。本日もウェブストアに掲載する商品をご紹介させていただきます。これから紹介する商品が26日夜の9時に掲載される商品となっております。最上対金額等のお問い合わせは掲載後にウェブストアの方までお願いいたします。詳しくは下の概要欄をご参照ください。最初にこちらですね、チャンピオンティーです。バータグのラージ表記 100% コットンです。で、オレンジボディにですね、ラバープリントで3段入ります。プリントバランスめちゃめちゃいいですね。で気持ち色あせぐらいですかね、見受けられるけど、それ以外は大丈夫です。はい。で、ラージ表記で自分が合わせてゆとりを持って着用できます。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きまして、こちらですね。トリコのミディアム表記です。こちらは88ボディですね。で、ラバープリントが3段ですね。グリーンにイエローの縁が入っております。でこちらもですね、着用感程度のコンディションとなってます。でミディアム表記で自分が気持ちゆとりを持って着用できるサイズ感です。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてこちらですね。ボディがヘインズですね。で、XL の表記となっています。で白ボディにですね、薄めのライムグリーンのような色味でラバープリントが入ってます。で、こちら両面の仕様ですね。雰囲気いいですし、はい、企業ものですね。ボスのものとなっています。ボスじゃないですね。坊主のものですね。はい。で、状態はめちゃめちゃいいと思います。で、XL 表記でこちら自分がかなりゆとりを持って着用できるようなサイズ感です。こちらでお値段が7800円と消費税です。続いて、チャンピオンティーに戻ります。トリコのラージ表記です。こちらは50/50のボディですね。で、ブラックボディにですね、ラバープリント3段です。雰囲気めちゃめちゃいいですね。で、バックは無地の仕様です。でラージ表記ですね。自分がゆとりを持って着用できます。はい。こちらでお値段が7800円と消費税です。続いてこちらですね。ボディがフルーツです。で、サイズ表記の方がラージですね。で、白ボディにモネですね。今ちょうど展覧会もやってますね。雰囲気めちゃめちゃいいと思います。で、バックは無地の仕様です。状態は問題なさそうです。で、ラージ表記でこちらも自分がゆとりを持って着用できます。こちらでお値段が 12,800 円と消費税です。続きましてこちらですね。ボディがヘインズの XL 表記です。で、白ボディにヘイトアシュベリーですね。ヒッピーの聖地です。はい。グラフィックめちゃめちゃかっこいいですね。で、バックは無地の仕様ですね。で、XL 表記でかなり自分がガバッと着れるようなサイズ感です。こちらでお値段が 12,800 円と消費税です。続きましてこちらですね。ボディの方がスクリーンスターです。で、サイズ表記がミディアムとなっています。で、黒ボディにラモンズのグラフィックですね。で、バックにもプリント入ります。このフェードした雰囲気めちゃめちゃイケてますね。で、ミディアム表記で自分がピタッとなるようなサイズ感です。こちらでお値段が 25,800 円と消費税です。続いてシャツ類ですね。最初にラングラーからです。はい。で、サイズ表記の方がエクストラロングトールですね。とにかく長い感じです。で、メイドイン USA ですね。はい。16ハーフと一応サイズはなってます。で、こちらはデニムのウエスタンシャツの仕様ですね。左胸にピスも残っています。色味も比較的濃い状態で残ってるかなと思います。で、自分が合わせてですね、ゆったりと長めで着れるようなサイズ感です。こちらでお値段が 6,800 円と消費税です。続いてこちらですね。タグの方がこちらです。で、サイズ表記の方がちょっと見受けられないですね。薄れちゃってます。で、ボタンダウンの仕様ですね。はい。で、ストライプです。で、こちらですね。3点止めの仕様です。年代で言うと60年代頃ですね。ただ、状態は問題ないかなと思います。しっかりマチもつく仕様です。でサイズですね。実寸で15ハーフから16程度ですかね。自分が問題なくゆとりを持って着用できます。こちらでお値段が 7,800 円と消費税です。続きましてこちらですね。リーです。はい、でサイズ表記が15のロングとなっています。で薄めのグリーンでですね、コーデュロイみたいな感じになってます。で全体的にですね、フェードしていたりと、こういった感じでペンキ飛びは見受けられるような、ちょっと雰囲気系の一点です。ただ、物としてはかなり珍しいと思います。15のロングで自分が合わせてゆったりと着用できるサイズ感です。こちらでお値段が 25,800 円と消費税です。続きましてこちらですね、テキサスコスチュームです。でサイズの方がミディアムとなっています。で白と赤のストライプ仕様ですね。でシャツというよりはジャケットですかね。ジャケットに近いような一点です。三つポケの仕様ですね。こちらも着用感は見受けられますが、致命的なダメージだったり汚れとは見受けられないです。ミディアム表記で自分が気持ちゆとりを持って着用できるサイズ感です。こちらでお値段が 29,800 円と消費税です。続いてセーター類ですね。最初にこちらです。でこちらはですね 100% バージンウールの仕様となっています。サイズ表記は見受けられないですね。で黒ベースにですね白とグレーとチャコールのと赤の仕様です。はい、めちゃめちゃ配色はいいと思います。ポケットはつかない仕様ですね。虫食いだったり縮みは見受けられないです。サイズ表記あったとしたらラージ程度かなと思います。自分がゆったりと着用できます。こちらでお値段が 19,800 円と消費税です。続きましてこちらですね。タグの方が WRL ですね。で三つ星の仕様です。でこちら 100% コットンのメイドインチャイナ製ですね。でネイビーボディのタートルネックです。 100% コットンですが、あまりガシガシっていうよりか薄手の仕様となっています。状態は問題ないです。でサイズ表記の方がこちらラージですね。自分がピタッとなるようなサイズ感です。大人な一点ですね。こちらでお値段が 7,800 円と消費税です。続きましてこちらですね、アークテリクスです。はい、でちょっと薄れてサイズ表記は読み取れないですが、おそらくカナダ製だと思います。でこちらはですねクルーのタイプですね。ものとしてはかなり珍しいと思います。色味はネイビーですね。でこちら左袖にですねポッケとロゴも入っております。はい、こちらも状態はかなり綺麗な状態で残っていると思います。サイズ表記あったとしたらラージ程度かなと思います。ゆとりを持って自分が着用できます。こちらでお値段が 19,800 円と消費税です。続いてこちらですね。タグがこちらです。で、こちらは 100% ウールですね。で、おそらくサイズ表記ここについてたんですが、欠損している状態です。で、色味が紫ですね。はい。で、こちらも状態はかなり良さそうです。サイズ感も大きめですね。自分が合わせてかなりガバッと着れるようなサイズ感です。こちらでお値段が 7,800 円と消費税です。続きまして、フリース1点ですね。はい。タグの方がこちらです。でサイズ表記ラージのこちらしっかり USA 製の一点です。はい。で、こちらですね。ウエストがちょっと絞れるような仕様になってますね。はい。で、狼のプリントですね。めちゃめちゃいいと思います。バッグもですね、フード付きあんま見かけないかなと思います。で、ラージ表記で着丈長めですね。はい。ちょっとコートっぽいようなノリで着れます。こちらでお値段が 12,800 円と消費税です。はい、続きましてスウェット類ですね。最初にこちらですね。はい、ラッセルの一点ですね。サイズ表記の方がラージとなっています。でブルーのボディですね。フェードしたブルーのボディに赤のですねペンキのプリントで3段入ります。でウィングフットですね。プリントめちゃめちゃいいと思います。で全体的にですね元の色はこういった感じなんですが、フェードしてていい感じの雰囲気に仕上がっています。でこの年代のラージ表記ですね。自分が気持ちゆとりを持って着用できるようなサイズ感です。こちらでお値段が 7,800 円と消費税です。続きましてもパーカーですね。タグがこちらです。でサイズ表記の方が XL となっています。で黄色ボディにですね、アーミーのウエストポイント。はい。レギュラーですがめちゃめちゃいい一点じゃないでしょうか。こちらも着用感は見受けられますが、ダメージだったり汚れとは見受けられないです。で、XL 表記で自分がゆとりを持って着用できるサイズ感です。こちらでお値段が 7,800 円と消費税です。続きましてこちらですね。チャンピオンボディですね。嬉しいポイントです。で、ミディアム表記となっています。はい。で、ジッパーの方がこちら YKK が採用されていて、アーミーのものですね。はい。で、状態はかなり良さそうですね。目立ったダメージ汚れとは見受けられないです。若干ですね、ほんと目立たないところに錆汚れがありますが、フードで隠れるので、そんな気にならないかなと思います。でサイズ表記、ミディアムで自分が気持ちゆとりを持って着用できるぐらいなサイズ感です。こちらでお値段が 7,800 円と消費税です。続きまして、リバースリーブですね。90年代刺繍タグの XL 表記です。で、オートミールっぽいボディですね。ボディちょっと珍しいです。で、グレーの目が入ります。こちらもですね、目立ったダメージは見受けられないんですが、ここに気持ちちょっと色移りが見受けられます。その他は、後ろもですね、気持ちちょっと見受けられます。他は問題なさそうです。ボディ自体のコンディションはいいです。XL 表記で自分がゆったりと着用できるサイズ感です。こちらでお値段が 15,800 円と消費税です。はい。続いてこちらですね。90年代刺繍タグの XL 表記です。で、ネイビーボディに目付きの仕様ですね。こちらは状態問題なさそうですね。いいコンディションです。XL 表記でこちらも自分がゆったりと着用できるサイズ感です。こちらでお値段が 15,800 円と消費税です。はい。続きまして、プリントものですね。90年代刺繍タグの XL 表記です。で、ネイビーボディにコーネルですね。はい。プリントの入り方、いい感じです。こちらもですね、気持ち色あせ見受けられますが、ダメージだったり汚れとは見受けられないです。XL 表記で自分がゆったりと着れるサイズ感です。こちらでお値段が 17,800 円と消費税です。続きまして、デッドの1点ですね。90年代刺繍タグの XL 表記です。で、しっかりですね、こちらフラッシャーが完品で残っている正真正銘のデッドストックです。で、グレーボディにですね、ラバープリント3段ですね。もうデッドの状態なんで、もうふっかふかですね。はい、最高です。で、バッカこういった感じです。で、縮みが一切入っていない XL の表記なんで、自分がですね、めちゃめちゃ大きく着れるようなサイズ感です。こちらでお値段が25,800 円と消費税です。続きましてこちらですね。80年代トリコタグのミディアム表記です。で、ボストンカレッジですね。ちょっとプリントが気持ち2トーンになっているような仕様で面白いですね。ただ全体的にですね、ちょっとこういった感じで、はい、ちょっと雰囲気系な1点とはなってます。はい。で、サイズ表記ミディアムで自分がジャスト目で着れるぐらいなサイズ感ですね。こちらでお値段が 7,800 円と消費税です。はい。続きまして、こちらですね。90年代刺繍タグの XL 表記です。で、ネイビーボディにノートルダムなんですが、これいいっすね。エラープリントじゃないですか。こうカーッと切れてて、しかも普段のものよりも圧倒的に位置が下目に絵版がすられてますね。めちゃめちゃ珍しいと思います。で、ボディの状態自体はめちゃめちゃいいです。で、サイズ表記 XL ですね。自分が合わせてゆったりと着用できます。こちらでお値段が 17,800 円と消費税です。はい。めちゃめちゃいいですね。続きまして、こちらですね。90年代刺繍タグのラージ表記です。で、こちら目なしの1点ですが、ここですね。ちょっとリペアが施されているような1点となってます。ただ、その他はですね、状態は問題ないかなと思います。で、サイズ表記、ラージで自分がゆったりと着用できるサイズ感です。こちらでお値段が 22,800 円と消費税です。続きまして、こちらですね。80年代トリコタグのラージ表記です。で、赤ボディにラバープリント3段ですね。フェンシングのプリントとこのかすれ具合いい感じですね。で、こちらもですね、ダメージだったり汚れとは見受けられないです。で、サイズ表記がラージで、こちらも自分がゆとりを持って着用できるサイズ感です。こちらでお値段が 25,800 円と消費税です。続いてもパーカーですね。はい。こちらも80年代トリコタグの XL 表記です。で、こちらはエンジにイエローのプリントとなっています。しっかり紐も残っているミントコンディションとなっています。なのでダメージだったり汚れ等も一切見受けられないです。サイズ表記 XL で自分がガバッと着れるようなサイズ感です。こちらでお値段が 25,800 円と消費税です。続きまして、ヴィンテージのスウェットですね。はい。こちらランタグの仕様ですね。で、サイズ表記の方はちょっと切られちゃってます。で、白ボディに染み込みで3段ですね。言うことない一点だと思います。で、白ボディですが目立ったダメージ、汚れとは一切見受けられないです。で、サイズ表記あったとしたらラージ程度ですかね。ちょっと縮んで実寸でミディアムに近いようなサイズ感となっています。ただ身幅は大きめです。こちらでお値段が 29,800 円と消費税です。続いてスペシャルですね。タグの方は欠損している状態です。で、こちらブラックにオールドイングリッシュのカラーフロッキーですね。もうスウェットとして言うことない一点なんじゃないでしょうか。で、こちらもですね、気持ち、フェードは見受けられますが、ダメージっていうダメージは見受けられないです。でサイズ表記あったとしたら、ラージの縮んで実質ミディアムぐらいですかね。はい。自分でも着れるサイズ感となっています。こちらでお値段が 59,800 円と消費税です。はい、続きまして、フリースリーご紹介させていただきます。最初にこちらですね。でサイズ表記のタグはおそらく欠損している状態だと思います。で、こちらですね、なんつったらいいんですかね、雪山柄がこういった感じで入っています。で、フリースのコンディションは良さそうですね。潰れ等も見受けられないです。はい。で、サイズ表記あったとしたら、ラージアップ、XL がありそうですね。自分がかなりゆったりと着用できるサイズ感です。こちらでお値段が 12,800 円と消費税です。続きまして、ラルフローレンですね。タグの方がこちらで、サイズ表記の方が XL となっています。でデナリを模倣とした形ですかね。こちらにですね、赤のスモールポニーが入ります。でしっかりですね、こちらのですね、タグもついています。でフリースの状態もですね、気持ち潰れている程度でまだまだ着用できる状態かなと思います。こちらにピスが入って、おそらくですね、フードも出せるような仕様となっています。はい、こういった感じです。でサイズ表記 XL で自分がゆったりと着用できるようなサイズ感です。こちらでお値段が 7,800 円と消費税です。続きまして、デナリですね。タグがこちらです。で、サイズ表記がメンズのラージとなっています。で、こちらは黒赤の配色ですね。はい。で、フリースの状態ですが問題なさそうですね。状態めちゃめちゃいいと思います。で、ラージ表記ですね。自分がかなりゆったりとするようなサイズ感となっています。こちらでお値段が 9,800 円と消費税です。続きましてもデナリですね。で、タグがこちらでメンズのミディアム表記です。で、こちらはフードのつくちょっと気持ち珍しい点となっています。で、黒黒ですね。で、フリースの状態ですが、こちらはちょっと潰れていますが、着用にはまだまだ問題ないかなと思います。で、ミディアム表記で自分がちょうどいいぐらいのサイズ感で着用できます。こちらでお値段が 9,800 円と消費税です。続いてこちらですね。タグがこちらです。で、サイズ表記がミディアムですね。で、きなりのですね、04時のテーラードタイプ。はい。だいぶ気の利いた一点だと思います。で、ダメージだったり汚れ等もですね、全然見受けられないかなと思います。ミディアム表記で自分がですね、気持ちゆとりを持って着用できるようなサイズ感です。こちらでお値段が 39,800 円と消費税です。続きまして、エディ・バウアーのオールパーパスですね。タグがこちらです。で、サイズ表記の方がラージとなっています。で、こちらジッパーの方はアイリールが採用されています。で、ポケットにピスがつくタイプですね。で、全体的にですね、ちょっと薄汚れが見受けられるような状態となっています。ただ、ダウン自体のですね、抜けはそこまで見受けられないかなと思います。で、ラージ表記でですね、自分がゆったりと着用できるサイズ感です。こちらでお値段が 29,800 円と消費税です。続きましてこちらですね。ヤマハのジャケットです。サイズ表記スモールとなっています。で、6号をちょっと模倣したような形なんですかね。ポレットついてて。で、ウエストのベルトはですね、欠損している状態です。で、こちらバックにもポケットがつく仕様ですね。かなりギミックは効いてる一点なんじゃないかなと思います。でサイズ表記 S ですが、自分が問題なく着用できるサイズ感です。こちらでお値段が 15,800 円と消費税です。はい、続きましてこちらですね。UK のレザーですね。タグの方がこちらハイウェイマンとなっています。はい、でメイドインロンドンですね。はい。で、こちらですね、モデル名がリカルド・デラックスとなっています。レザーの状態は良さそうですね。当たり等もまだそこまで出ていないようなコンディションです。はい。で、こちらサイズ表記の方がちょっと見受けられなかったんですけど、実寸で40から42ぐらいですかね。はい。自分が気持ちゆとりを持って着れるようなサイズ感です。こちらでお値段が 79,800 円と消費税です。はい。続きましてこちらですね。タグの方がバンソンですね。80ぐらいの1点ですかね。サイズは38となっています。で、こちらですね。ミスフィッツの。はい。これやばいですね。めちゃめちゃかっこいいと思います。袖にもですね、がっつり入ってて、これ好きな人にはとことん刺さるようなやつじゃないですかね。缶バッジもついてたりと、めちゃめちゃ雰囲気いい感じにカスタムされています。で、サイズ表記38で自分がほんとジャストピタピタになるようなサイズ感となっています。こちらでお値段が128,000円と消費税です。続きましてこちらですね。レイクランドの一点です。で、サイズ表記の方が46となっています。で、ウールでですね、襟元にファーがつくコートとなってます。で、ウールの部分の状態もかなり良さそうですね。虫食い等も一切見受けられないような状態です。で、サイズ表記46で自分がガバッと着れるようなサイズ感です。こちらでお値段が15,800円と消費税です。続きまして、ミリタリー用1点ですね。サイズ表記の方が X スモールレギュラーとなっています。で、こちらはリップストップの1点ですね。はい。で、全体的に着用感は見受けられますが、致命的なダメージだったり汚れとは見受けられないです。で、X スモールレギュラーで自分だとちょっと肩幅きついようなサイズ感となっています。こちらでお値段が12,800円と消費税です。続きまして、こちらですね。タグの方がこちらです。サイズ表記の方がスモールとなっています。で、こちらピスがポロスポとなっているので、ポロスポの初期の一点となっています。で、アノラックタイプですね。はい。まだ気持ち、張りがあるような状態でコンディションは言うことないかなと思います。で、サイズ表記スモールですが、自分が全然ゆったりと着用できるようなサイズ感です。むしろ S でちょうど良さそうなサイズ感です。こちらでお値段が12,800円と消費税です。続きましてもラルフローレンですね。タグがこちらでサイズ表記がミディアムとなっています。で、ガシッとしたようなキルティングの仕様ですね。はい。状態はこちらも良さそうですね。完全に無地です。はい。ここまでシンプルだとラルフっぽくなくて逆にいいと思います。で、サイズ表記ミディアムで自分がちょうどいいサイズ感ですね。身幅がっつりあって着丈短めです。今っぽいですね。こちらでお値段が29,800円と消費税です。続きましてこちらですね。品番の方は72506となっています。で、サイズ表記52という破格のサイズ感でございます。で、裏地がですね、ブランケット付きの仕様ですね。で、水もほんとワンウォッシュぐらいですかね。はい。かなり色味も濃い状態で残っていて、サイズ表記52っていうような、はい。この辺ですね、なかなか出てこないと思います。サイズ表記52なんで、もう自分がガバッと着れるようなサイズ感です。めちゃめちゃいいですね。こちらでお値段が29,800円と消費税です。続きまして、リーバイスの70505ですね。で、薄れていますが、サイズ表記おそらく42だと思います。で、しっかりびっくりですね。はい。で、色味もまだまだ濃いですね。8割5分ぐらいはありそうです。襟元もですね、こういった感じでちょっと気持ちですね、ダメージはありますが、まだまだパンクするような状態ではないかなと思います。で、こちら実践で40程度かなと思います。自分が T シャツの上から着ていけるサイズ感です。こちらでお値段が79,800円と消費税です。続きましてですね、エプロンを1点ご紹介させていただきます。タグがつくタイプですね。オーシャンハウス。で、しっかりメイドイン USA の表記が入っております。で、こちらバドワイザーですね。はい。もう料理する女性とかがこれ着てたらちょっとキュンキュンしちゃいますね。めちゃめちゃいいと思います。こちらでお値段が7,800円と消費税です。続きましてパンツ類ご紹介させていただきます。最初にカーハートからですね。で、サイズ表記の方がウエストの36という部分だけ読み取れます。で、こちらダックではなくてですね、はい、コットンのW2の1点です。はい。よくですね、リアルペインターとかのボディで見受けられますが、W2のタイプは珍しいと思います。で、こちらジッパーが YKK が採用されております。はい。で、そこまでですね、雰囲気も出ていなくて、まだまだ着用していただける状態かなと思います。実寸の方が3632となっています。はい。この辺ロールアップして履いてもいいと思います。こちらでお値段が12,800円と消費税です。続きまして、ダックの W2 ですね。こちらちょっとタグの方は欠損している状態です。で、ベージュにですね、こちらいい感じに雰囲気出てますね。ペンキ飛びがめちゃめちゃいいです。はい。で、ダメージっていうダメージはなさそうですね。もう雰囲気極上な一点です。で、実戦で3832ですね。はい。ウエスト大きめですね。この辺も逆になんか、裾カットしちゃって履いてもいいと思います。こちらでお値段が 15,800 円と消費税です。続きまして、ラルフローレンですね。タグがですね、こちらとなってます。はい。で、サイズ表記の方がですね、はい、3634となっています。で、白ボディにかなりギミックが効いたカーゴパンツですね。はい。めちゃめちゃ凝ってますね、ディテール。ラルフらしい一点です。で、バッグもこういった感じですね。そして実寸の方が3635ですね。ちょっとレングスとかですね、ロールアップしたりして調整して履いたらいいかなと思います。こちらでお値段が 19,800 円と消費税です。続きまして、アーミーのベイカーパンツですね。で、こちらウエスタンコスチュームの1点です。ちょっと嬉しいポイントですね。表記の方が3431です。で、こちらボタンフライの仕様でアジャスターはつかない1点ですね。で、着用感は見受けられますね。こういった感じで。リペアが施されていたりといった感じです。ただサイズは良さそうですね。実寸で3227です。はい。めちゃめちゃいいサイズ感だと思います。こちらでお値段の方が 12,800 円と消費税です。続きまして、デッドの1点ですね。はい。表記の方が3433ですね。はい。正真正銘のデッドストックです。もうなので状態は言うことないですね。まだまだ。色も残っていてパリッとしたような質感で超いいと思います。で、実際の表記と変わらず3433ですね。はい。デッドでお探しの方いたらぜひおすすめです。こちらで 25,800 円と消費税です。続きまして、ブラックですね。501です。で、こちら後染めの1点ですね。で、パッチの方が3632表記ですね。はい。ゴールデンです。赤タブはレジスターとなっています。で、こちらの色味は落ちていますが、まだ残っている状態かなと思います。実寸で3531ですね。はい。サイズ合う方いたらぜひおすすめです。こちらでお値段が 17,800 円と消費税です。続きまして、こちらは517のストレッチですね。ジッパーがリーバイジッパーです。で、こちらパッチも残っていて、タブもついていますね。はい。で、結構ですね、ストレッチのものだとセンタープレス入っちゃってるもの多いんですが、こちらは綺麗な状態で残っています。で、実寸の方で3328ですね。レングスは、はい、オリジナルで28です。めちゃめちゃいいと思います。こちらでお値段が 15,800 円と消費税です。続きまして、リーバイスの501ですね。パッチがこちらです。3432表記です。こちらもゴールデンですね。で、リーバイスの赤タブもしっかり残っていて、レギュラーですが、いい感じにヒゲ出てますね。はい。夏は重宝しそうな一点だと思います。で、実寸の方が3428ですね。レングスは上げられている状態ですが、はい。その分、このサイズ感めちゃめちゃいいと思います。こちらでお値段が 15,800 円と消費税です。続きまして、ヴィンテージですね。リーバイスの501です。で、パッチは綺麗に取れてる状態ですね。で、赤タブスモール E のポケット裏がシングルです。66前期の1点ですね。で、こちらボタン裏の方が6番となっています。で、色味最高ですね。はい。66らしい縦落ち出てて、ヒゲも出てて。で、こういった感じでちょっと膝はパンクはしていますが、股下もですね、ちょっとダメージは来ていますが、もう雰囲気系としては極上じゃないかなと。思います。バックの雰囲気もめちゃめちゃいいですね。で、レングスの方なんですが、一応オリジナルではありますが、ちょっとステッチが取れてほどけちゃっているようなも完全雰囲気系な一点です。で、実寸の方で3332ですね。サイズバランスもいいと思います。こちらでお値段が 59,800 円と消費税です。続きまして、こちら、リーバイスの501ですね。はい。で、パッチこちらです。残ってますね。3130の表記です。で、赤タブスモール E でポケット裏シングル。こちらも66前期の1点です。で、ボタン裏の方がおそらく6番だと思います。で、こちらもですね、うっすらとヒゲが出ていてですね、膝のあたりがそこまで落ちてなくて、パッと見結構濃く見えるかなと思います。で、おそらく多分ブリーチとかの飛びですかね、がちょっと見受けられますが、はい。ただ雰囲気としていい感じですね。なんか変なとこにダメージが来てるですね。はい、で、バックはこういった感じです。で、実戦の方でこちらウエストが1インチ伸びてますね。3228となっています。サイズ感はめちゃめちゃいいと思います。こちらでお値段が 49,800 円と消費税です。続きましてもめちゃめちゃいい雰囲気の501ですね。はい。で、こちら赤タブビッグ E ですね。はい。パッチも残っている状態です。ただちょっと表記は読み取れないですね。でも、やばいですね。縦落ちがえぐいです。はい。最高ですね。土砂降りみたいな感じですね。バックもこんなんです。蜂の巣もいい感じに出てて、ヒゲも出ちゃって。こういった感じ、やっぱその、この状態のダメージは見受けられますが、雰囲気としては極上に仕上がっていると思います。で、こちらですね、実戦で3331ですね。サイズバランスもめちゃめちゃいいと思います。はい。鬼縦落ちお探しの方いたらぜひおすすめです。こちらでお値段が 69,800 円と消費税です。続きましても、こちらリーバイスの501ですね。で、パッチは綺麗に取れてる状態です。で、こちら赤タブの方がビッグ E ですね。501のビッグ E です。一箇所ですね、こちらに当て布が施されたリペアがあります。ただですね、逆にそれ以外は、リペアがそこまで見受けられないと思います。こちらも色味いい感じですね。めちゃめちゃビッグ E らしい色味に仕上がっていると思います。耳のあたりも超絶綺麗に出てますね。はい。で、こちら実寸の方ですね、3331です。これもいい感じなサイズ感ですね。こちらでお値段が 98,000 円と消費税です。続きまして、リーバイスの505ですね。ジッパーの方が42タロンが採用されております。で、パッチもですね、欠損しちゃってますが、デカンスタンプのウエストの31表記は読み取れます。で、ビッグ E の1点となっています。はい。で、全体的にですね、色味はまだまだ濃く残ってるんじゃないかなと思います。ダメージっていうダメージも見受けられないですね。で、こちらレングスの方がですね、チェーンステッチで上げられている状態です。まあ、なので、ここから当たりを楽しむにはいいんじゃないかなと思います。なので、裾上げられている分、サイズ感はめちゃめちゃいいですね。3128です。505で28ってサイズはオリジナルだとなかなかないので、逆に、この辺濃い状態で、お探しの方いたらおすすめです。こちらでお値段の方が 178,000 円と消費税です。はい、最後にですね、デッドストックをご紹介させていただきます。こちら502ですね。で、パッチ表記の方が3034です。で、フラッシャー完品のビッグ E の1点です。はい。もう色味はもう言うことないですね。真っコンコンの状態です。で、ジッパーの方はですね、こちらのスコビルが採用されております。で、こちらですね、嬉しいポイントなのが16ボタンです。はい。16ボタンでお探しの方いたらめちゃめちゃいいんじゃないでしょうか。で、実寸はですね、表記と変わらず3034です。はい。この辺お探しの方いたらぜひおすすめです。多分いい色に仕上がると思います。こちらでお値段が 798,000 円と消費税です。本日の商品紹介は以上となります。ベイブリジングループではスタッフを募集しております。履歴書の郵送か、またはダイレクトメッセージのお問い合わせお待ちしております。よろしくお願いいたします。